放送席、放送席。回答でチームを勝利に導き、シーズン8勝目を挙げた今日のヒーロー、上田選手に来ていただきました。はじめまして、インタビューさせていただきます、木下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。率直に、今日の勝因は何かっていうのを聞かせてほしいんですけど、何かあります？まあそうですね、今日に向けて、しっかり、いい準備をしてこれたので、まあとても落ち着いて投げることができたのかなと、思います。はい。まあ、いい準備っていうのは、その具体的にどういうものですか？まあそうですね、フォームの修正とかもそうですけど、はい、まあ、毎日の体調管理とか、まあ、そういう日々の積み重ねが、まあ、大きな要因かなと思います。7回表に、大きなピンチを迎えたと思うんですけど、あの時の心境について聞かせてもらえますか？まあそうですね、なかなかリードを奪えない状況の中で、ランナーを出してしまって、まあ、少し制球が乱れたんですけど、はい、まあ、仲間を信じてとにかく自分のピッチングをするだけだと自分に言い聞かせて投げました。いや、そうじゃなくて、はい、その時の心境を聞かせてくださいって言ってた。焦ってたとか落ち着いてたとか。はい、まあそうですね、まあ、焦ってはいたんですけど、大村さんがタイム中に元気づけてくれたので。焦ってたのはそれなんでですか？いや、まあさっきも言った通り、なかなかリードを奪えず得点されると苦しい時間帯だったので、まあ焦ってしまいました。得点されると苦しい時間帯。そこから8回、9回は三者凡退に抑えたわけですけど、なんでそれ7回にできなかったのかっていうのは、自分で分析したりはしました？まあそうですね、まあ、繰り返しにはなってしまうんですけど、まあ、リードを奪えず、その焦りからピッチングが乱れてしまったっていうのが、まあ、さっきはそのリードを奪えない状況での焦りっていうのの根幹にあるものは何ですか？はい。いや、だからその、リードを奪えなくて焦ってたんでしょ、あなたは。はい。そもそもなんで焦る？勝ちたいからですかね。じゃあ8回は勝ちたいって気持ちなかったと。いや、全然そういうことです。8回からは勝ちたいって気持ちなかった。そうじゃない。いや、だってそういうことでしょ。勝ちたいあまり気持ちが焦ってしまったからですって言ったし、8回は勝ちたい気持ちがなくなったから焦らずに投げる。そうじゃなくて、7回を無事に抑えられて、少しリラックスできたっていうのが。リラックスしたんですか？はい。試合まだ終わってないのにリラックスしちゃったんですか？いや、そういう意味じゃなくて、他のチームメイトもこれを見てたファンもみんなが緊張してたと思いますけど、そんな中あなたは7回投げた時点でリラックスしちゃったんですか？そうじゃない。でも言いましたよ、そうやってね。ね、いや、だからリラックスしたっていう表現については、まあ、すいません間違えました。ほう。無駄な力が抜けたっていう意味です。はい。無駄な力が抜けて本来のピッチングができるようになりました。そういう意味です。最後に応援してくれたファンに向けて一言お願いします。まあ、次も頑張りますんでよろしくお願いします。何をですか？はい。何を頑張るんですか、次も。リラックスですか？野球です。上田選手でした。ありがとうございました。くそ！